増原優子は、日本の LGBT 活動家、社会企業家、文筆家、地方公務員。2020年4月に、兵庫県明石市の専門職員に就任した。神奈川県横浜市出身。慶應義塾女子高等学校、慶應義塾大学文学部卒業。2003年に、同大学院フランス文学修士課程修了後、外務省のジュネーブ交換に、 在外交換派遣員として勤めた。その後、会計事務所や IT 関連会社を経て、2013年に、企業や団体向けに、LGBT 講演や研修を取り組む、社会的企業、トロワクルールを立ち上げ、代表取締役を務める。2011年からアズ小雪と交際。2015年4月1日に施行された渋谷区男女。 平等及び多様性を尊重する社会を推進する条例に基づき発行されるパートナーシップ証明書の申請し、11月5日、東小雪との第1号証明書が受理された。2017年12月25日、パートナー解消に伴い、渋谷区に証明書を返還した。2018年5月、勝間和代との交際を発表したが、 2019年11月11日、松原自身が別の人と生きていきたいと考えるようになったことからパートナーシップを解消したことを報告した。2018年12月16日、第25回参議院議員通常選挙に京都府選挙区から立憲民主党公認で立候補することを正式に表明した。2019年5月16日、連合京都は 増原推薦を決定。同年6月12日、国民民主党は増原の支持を決定。また、社会民主党も増原推薦を決めた。7月21日に行われた第25回参議院、議員通常選挙において、即日開票の結果、2位の共産党現職の倉林秋子に12000差をつけられ落選した。同年12月、赤市が、 LGBT や多様な性への理解を進める施策を企画・立案する専門職員を公募すると、これに応募。マスハラと支援団体の元代表の男性の2人が選ばれ、2020年4月1日から同市の専門職員となった。任期は最長5年。同氏はパートナーシップ先生制度の導入を目指しており、マスハラらが中心的な役割を担う。 2012年3月、東京ディズニーランドがパーク内のシンデレラ城を一般客の結婚式用に開放するディズニーロイヤルドリームウェディングの企画を発表した。これに際し、マスハラと東が同性カップルの挙式について問い合わせたところ、利用は可能とされたものの一般客への影響を理由として、どちらかがタキシードを着なければならないと回答された。これにつき、 運営側オリエンタルランドの対応に対して批判的な反響がツイッターで広がった。その後、東京ディズニーリゾートはアメリカのウォルトディズニーカンパニーに確認した上でマスハララに対して先の回答を撤回し同性カップルによる同性での結婚式は可能と伝え、これは特例でなく同性カップルによる挙式を東京ディズニーランドでも認めることを公にも発表した。 翌2013年3月1日、マスハラたちは東京ディズニーシーで式を挙げ、日本のディズニーリゾートで同性挙式をした最初のカップルとなった。今日著ありがとうございます。